大英テレビ株式会社は東京都港区麻布台に本社を置く主にテレビドラマの制作を請け負う日本の会社である。前身は大英株式会社のテレビ映画制作セクションとして1958年10月に発足した大英テレビ制作室。1971年に大英の倒産直前に分社化され大英が全額出資する完全子会社の 大英テレビ株式会社として設立された。その後、大英の映画資産は、特馬書店グループ参加の新会社を経て、角川グループに譲渡されて角川映画が所有しているが、同社とは、資本的な関係はなくなっている。しかし、映画監督の増村康三や、俳優の薄井健など旧大英に所属していた人物が、大英テレビ作品に関わるなど、 人脈的には一定の流れは、組んでいる。1965年から1971年に、かけて TBS の看板番組として、高視聴率をマークしたザ、ザガードマンで名実ともに力をつけた。その後の1970年代には、岡崎幸主演の、奥様は18歳、何たって18歳、カラなるシリーズ、山口ももえ主演の、赤いシリーズ、坂上二郎主演の、 夜明けの刑事、明日の刑事からなる日の出書シリーズを制作して話題を集めた。そして、1980年代には TBS では松崎茂と国広富行の二人が主演した噂の刑事トミーと松、火曜20時代のスチュアーデス物語、不良少女と呼ばれて土曜21時代のスクール、ウォーズ、ポニーテールは振り向かないなどでヒットを飛ばした。同じく、 富士テレビでも、1980年代には、水曜20時代には、ヤヌスの鏡、花嫁衣装は、誰が着るなどの10作品と、月曜19時30分20時の枠で、ツワンの涙、明日に向かって走れ、テニス少女無伝説のアイドルが主演するドラマを、制作し、最盛期を迎えた。なお、1986年度放送の、女風林火山を皮切りに、時代劇、 ドラマシリーズの制作も手掛けようとしたが、頓挫している。大英テレビ制作のドラマは、うつい、石立哲夫らが常連主役級で、ザガードマンのレギュラー出演者らも大英テレビ制作ドラマの常連であった。2000年代に入ってから、バラエティ番組やドキュメンタリー番組なども制作することがある一方、昼、ドラや2時間ドラマなどを制作の中心にしていたが、2010年代の 放送枠の縮小で、現在は一クールの連続ドラマ制作が中心である。文社後の大英も、徳間書店参加の徳間大英と言われた新会社が、2002年に角川書店に入りされるまで2時間ドラマなどの制作を受け負っていた。また、2013年には大英東京撮影所の系譜を引く角川、大英スタジオが法人として角川書店から、 独立して制作プロダクション事業を行っており、その結果、大英本体の系譜を引く、角川大英スタジオ制作と、大英テレビ制作のテレビドラマが現在も混在している。特に1980年代に大英テレビが制作した実写ドラマは、当初から同業他社のプロダクションが制作する作品に比べて、以下のような特徴が際立っている。 主人公が運命のいたずらに翻弄されながら幸運を手に入れるという、いわゆるシンデレラストーリー。衝撃的で急速な起伏を繰り返したり、高等無形な展開。この物語は、のセリフでオープニングに挿入され、ストーリーの最中では一見冷静な体裁を取りつつ、時に状況をややこしくするナレーション。出生の秘密を持つキャラクターの存在。 感情表現が強烈で、大げさなセリフ、物音を誇張する。これらの独特な演出から、他の制作会社のドラマと区別する意味で、大英ドラマと呼ばれていた。大英ドラマには原作を持つ作品も多いが、いずれも原作をとどめないほど改変されている。不良少女と呼ばれての原作者である、原翔子は、ドラマの内容を知って愕然とし、本編をまともに見ることができなかったというエピソードが、 残っている。ドラマのキャラクターも、少女あるいは、青年女性を、主人公にした作品が多かったり、当初は不良で荒廃していたが、生来の力強さで成功、成長するキャラクターが、特徴的である。1980年代の、大英ドラマは、TBS と富士テレビの2局で大多数が放映され、芥川隆之が、TBS 系、大英ドラマのナレーター、くるみや涼子が、 富士テレビ系大英ドラマのナレーターを務めた。当初は TBS 歌謡20時代のみが大英ドラマの枠であったが、最盛期の1984年になると TBS 歌謡20時代、TBS 土曜21時代、富士テレビ水曜20時代の計3つが大英ドラマの枠になった。しかし、1980年代末期になると、こうした。 過剰な演出の大英ドラマは、前世紀のような高視聴率を得られなくなり、独特な演出を抑えた、コメディタッチのドラマが制作されていた。特に前世紀の作品は、後年の名場面集や、パロディなどで取り上げられることが多く、現在でも根強い人気を保っている。1990年代以降は、ストーカー誘う女、略奪愛、危ない女、聞かせてよ、愛の言葉を問うで、 過去の大英ドラマを思わせる演出やナレーションを導入した作品が散発的に制作されており2020年にはテセウスの船がかつての大英ドラマを彷彿させる作品として評論家の脚光を浴びることになった2000年代以降韓国ドラマが日本でも放送されるようになると大英ドラマを長年独自に研究してきた竹内義和のように大英ドラマが 韓流ドラマの原点と評論する人も出てきている。また、鈴木治脚本作品のように、大英ドラマの演出をオマージュした作品も制作されている。キャスト陣は、男性では、国広富幸と、松村裕樹、鶴見慎吾が、女性では、伊藤舞子と、伊藤和恵、堀智恵美が、常連俳優として1980年代に、主演していた。脇役は、男性では、名古屋賞、 下川達平、高橋正也、松村達夫、坂上二郎、石立哲夫、梅宮達夫、石橋正次、前田銀、中島久幸が、女性では、赤木春江、梶地芽子、原千佐子、松岡よ、松原千恵子、岡田奈々、松井美恵、岡真由美、初井子と坂井が常連だった。音楽は、作曲家の菊池俊介が、大英テレビ作品の劇とも多く手掛け、 大英テレビ作品の常連音楽家となっていた。主題歌も1980年代には洋楽の日本語カバー曲が大半を占めており、朝倉美希が TBS 系大英ドラマの主題歌の歌い手、椎名恵美が富士テレビ系大英ドラマの歌い手になった作品が多かった。従来の映画会社や独立プロダクション系列の制作ドラマがまだフィルム撮影に固執していた中で、 大英テレビは1982年のひまわりの歌でいち早くビデオ撮影に着手し1990年から1991年まで放送されたスクールウォーズ2を最後に連続ものにおけるフィルム撮影から撤退している作家の小林信彦は第二次世界大戦前には時代劇を売り物にしていた映画会社大英が第二次世界大戦の結果 GHQ 占領下の日本では、時代劇が禁止された影響で、時代劇スターが現代劇を演じざるを得なく、また、大英では、生みの母と育ての母と娘との関係を描く、母物映画と呼ばれる映画を31本、制作しており、出生の秘密を持つキャラクターの多さもここにあるという。なお、出生の秘密を作品要素に取り込んだ演出は、 本作以前の赤いシリーズや2時間ドラマ作品でも見られる。他方で1980年代の大英ドラマを野添え和子と共に制作していた春日千春は発想の原点を幼少時に親しんだ講談本や紙芝居であるとして特徴的なナレーションは紙芝居の向上にあたるものと語っており大げさなセリフと共にテレビ画面から目を離しても 音声だけでドラマの展開がわかるようにとの配慮したとの解説もある。大英テレビ公式サイトに基づくプロデューサー2001年4月4日より1980年代の大英ドラマの主題歌を網羅した大英テレビ主題歌コレクション TBS 編、大英テレビ主題歌コレクション富士テレビ編がキングレコードより発売されている。これらの主題歌全集はフルバージョンであり、 オープニングナレーションの入ったテレビバージョンではない。なお大英テレビは数多くの作品を量産してきたにもかかわらず、それらの作品の劇中 BGM を集めたサントラ集は2019年現在原則としてリリースしていない。例、ノンフィックスバリアフリーコミュニケーション、自費出版で改装期、昭和思い出の期大英テレビ独立の記録がある。著者安倍同点は、 旧大英本社のテレビ事業本部制作部長で、倒産に際しては混乱の中で、大英テレビ株式会社を設立、長年にわたり、専務、社長等を務めた。後全日本テレビ番組制作者連盟の設立発起人となり、副理事長になった。テゼウスの船は、令和時代の根を、大英ドラマだ。2020年3月2日閲覧、小林信彦。 大英テレビの研究批判、コラムは笑う、エンターテインメント評判期1983から1988、ちくま処方、1989年、大野博士、赤い疑惑ももえ主演、大英テレビ長の代表作、テレビ番組の40年読売新聞芸能部編著、日本放送出版協会、1994年、P262P267、 TBS もサンマも60歳伝説のドラマバラエティ全部見せます。夢共演も大連発2015年10月12日放送会。フーテレビ。2016年10月28日閲覧。ありがとうございます。